どうやら気がついたようだな。くそ。やっぱり外れないか、その拘束具。わかってるなら何とかしてくれ。何とかって？左目から飛び出して、こいつを外してくれって言ってるんだ。それは不可能だ。どうして？さっき強力な電流を浴びただろ。そのせいで体の回路がショートした。だが幸いなことに通信機能だけは生きている。そこで本庁やアビスの本部に応援の要請をしてみた。結果は？無視された。無視？上層部の方から圧力がかかっているらしい。おそらく瀬島の仕業だろう。あいつ、俺が真中の件で動いてると。理由はそれだけではなさそうだ。とにかくお前の存在が目障りなんだよ、奴にとっては。ピュータが私のデータを削除しようとしてるのもそのためだろう。まだ大丈夫なのか？今のところは。だが最後のファイアウォールを突破されたらアウトだ。そうなったら私の存在は。お前は瀬島サイト。よくわかったね。そこに沖浦の死体が転がってる。左目をくり抜かれた状態で。おそらくつい最近までお前は沖浦の中にいたんだろう。だがこの装置を使って人格交換し、不要になった沖浦の肉体を処分したんだ。惜しいけどちょっと違うかな。僕は沖浦の肉体を処分なんてしてない。彼は勝手に自然の摂理にのっとって死んだだけだ。それより何で知ってるの？その装置を使えば人格交換できるって。今の言い方からすると僕が左目を抜き取った理由まで分かってるような感じだったけど。もしかしてさっきの電気ショックのせいで記憶を取り戻したとか。だとするとこの体がもともと誰のものだったのかも。俺のだ。じゃあ君の体は？サイト、お前のだろ。そこまで知ってるなら話が早いや。そろそろ返してもらおうかな、その体。おい、君、助けてくれないか？お前、何を言ってる？
安心して、まだ殺してないから。まだ。今君が持ってる脳みそには特殊な機能が備わってる。人を殺すことでドーパミンやエンドルフィンが大量に放出されるんだ。その脳みそを取り戻してから二人をやろうと思ってて、君もすぐ目の前でね。だから二人はまだ殺してないのさ。ああ、いい目だ。とっても綺麗だよ。すぐにでもシンクを始めようと思ってたけど、気が変わったよ。もっと君を怒らせたくなった。どうすれば怒ってくれる？お前の声を聞くだけで虫唾が走る。そっか、声ね。だったら何か喋ってあげよう。何を話せばいいかな？ああ、あれは僕が入れたんだよ。ショウコの死体を馬の上に固定してたら、服の中からあのスマホが落ちたんだ。服にそれを入れといたのは僕自身なんだけど、そんなことはすっかり忘れちゃってて。そのまま持って帰るのもなんかあれだし、かといってその辺に捨てておくのも芸がない。そこで馬の口の中へと突っ込んでおくことにしたのさ。それが空洞になった馬の中を滑り落ち、胴体のところで止まったってわけか。金曜日に人格交換をして以降、僕はしばらくの間沖浦の中にいた。次のターゲットはイリス。いきなり廃工場に呼び出したら怪しまれるから、まずは散歩家に来てもらおうと思って映像通信したんだけど、どういうわけかイリスに断られちゃってね。時間は確か夕方の5時ぐらいだったと思う。僕はその時レムニスの社長である沖浦の見た目をしてたから、当然のごとくイリスは呼び出しに応じるはずだって思ってた。伊達、覚えてるか？土曜日の夕方、水木へのシンクを終えて間もなくのこと、ソムニウム内でイリスの、いや、マナカの死体を目撃したお前はイリスのところへ電話をかけた。時刻は4時52分。サイトがイリスに映像通信する直前のことだ。そこでお前はこう言った。だったら、今日はもうどこにも出かけるな。戸締まりをしっかりして、おとなしく家にいるんだ。いいな。イリスがサイトの求めに応じなかったのは、おそらくそのためだろう。もしもあの時、お前が外出するなと言ってなかったら。イリスは、この廃工場に連れてこられて。仕方がないから、僕は沖浦の車でイリスを迎えに行くことにしたんだ。直接僕に会えば、さすがに断ることはないだろうと思って。ところが、午後6時10分、お前は首都高で玉突き事故に巻き込まれ、意識不明の重体に。ほんと、ついてないよね。おかげで計画は台無しさ。まあ、最終目的だけは達成できそうだから、いいんだけど。土曜日の事故の後、僕の体は中央病院に搬送された。意識を取り戻したのは
日曜日の午前0時過ぎ、手術は無事に成功したものの、沖浦の内臓はズタボロの状態だった。それでも僕には行かなければならないところがあった。僕は病院を抜け出し、レンタカーを借りてすぐにイリスの家へと向かった。その後のことは知ってる。左岸家に着いたのは午前2時頃。お前は玄関のインターホンを押して。沖浦さん、汗をダラダラと流しながら苦しそうな顔で言ったんです。一緒に来てほしいって。そしてお前はイリスを連れ出すことに成功。だがここへと連れ込もうとしたところで。私なんだか怖くなって、沖浦さんの手を振りほどいて逃げ出したんです。よく知ってるね、そんなことを。だけどまあ確かにその通りだよ。本当は車の中で眠らせるつもりだったんだけど、あいにく薬を持ち合わせてなくてね。用意しておいた睡眠薬はぺしゃんこになった沖浦の車にあったから。僕は多分焦ってたんだ。計画も体の中もめちゃくちゃになってしまって、鎮痛剤の影響も少なからずあったと思う。頭の中が朦朧としていて正常な判断力を失ってたんだ。とにかくそんなわけで、僕は逃亡したイリスを追いかけることもできず、ひとまず休もうと思ってここへ戻ってきたところで、バタリと床に倒れ込み、気がつくと日付が変わってた。目覚めたのは月曜日の昼過ぎ。沖浦の体は間もなく死を迎えようとしていた。月曜日、沖浦の体は死にかけていた。当然その中にあった僕の存在も。そこに一本の電話がかかってきた。かけてきたのは天の間風太。君たちがピュータと呼んでいる彼のことだ。ボスから89号が来ることを聞いた僕は、そのことを沖浦さんに伝えたんです。すると沖浦さんは、何とかして89号を逃がすことはできないかって。89号がアビスの本部に来る。そのことを聞いた瞬間、僕はあることを思いついたんだ。89号は、つまり君はかつてイリスと親しい関係にあった。その体に寄生すればうまいことイリスを誘い出せるんじゃないか、そう思ったんだよ。それからもう一つ別の理由もあった。これから僕はお互いの体を交換しようと思ってる。僕も君も本来の自分の姿を取り戻すんだ。そうして元通りになったところで、イリスと瞳の二人を殺す。この体になった君の目の前でね。僕はそんな風に計画を軌道修正することにしたのさ。ピュータに89号を逃がしてくれるよう頼んだのはそういうわけ。僕はどうしてもこの体を手に入れたかったんだ。僕は彼、ローハンをこの廃工場へと連れてきた。ローハンは6年前のサイクロ事件のパートナーだから、本当はもっといろんなことを話したかったんだけど、残念ながら僕には時間がなくてね。何度も言うようだけど、沖浦の体はズタボロで、もうほとんど使い物にならない状態だったんだ。そこで僕はローハンを眠らせ、速やかにシンクの準備に取り掛かり、その結果。
こういうことになったってわけ。じゃあ沖浦の体は事故のせいで。だから最初に言ったじゃん、彼は勝手に自然の摂理にのっとって死んだだけだって。彼らは僕が雇った多国籍マフィアだよ。月曜日に目覚めた後、闇の組織に連絡して手配してもらったんだ。要求された金額は法外だったけど、僕には沖浦の口座があったからね。そこからお金を拝借して連中に支払ったのさ。目的はもちろんイリスの拉致だったんだけど、この体を手に入れてからは彼らの存在は不要に。とはいえもうお金は払った後だったし、わざわざ依頼を取り下げるのもなんかなと思ってそのままにしといたんだ。そしたらピュータのやつが勝手にイリスを探してることやマフィアを雇ったことはピュータに伝えてあったからね。マフィアのことは自由に使っていいとも言ってあった。それであいつ僕には何の相談もせずに先走っちゃって。僕がイリスを呼び出したのは今から24時間ほど前のことになる。火曜日の午前1時40分頃、僕はイリスに映像通信してこう言ったんだ。久しぶりだね、こんな時間にすまないがちょっと会えないかな。イリスは興奮し我を忘れ周りが見えなくなってるみたいだった。僕が待ち合わせ場所を伝えると彼女は2つ返事で了承した。全ては僕の思惑通り。僕は確信してたんだ。この姿で声をかければ彼女は必ず来てくれるってね。私6年前からその人のことをずっと探してるんです。なるほど、イリスが松下食堂を抜け出したのはそのためだったんだ。じゃあ書き置きにあった信頼できる人って。おそらくだて、お前のことだろ。89号の体はもともとお前のものだったようだから。その後僕はイリスに会い、車に乗せ薬で眠らせてからここへ。彼女を拘束して監禁し、瞳に一本の電話をかけたんだ。娘は預かった、警察には何も言うな、話せば娘の命はない。要するにイリスを餌にして君と瞳の二人を釣り上げたってわけ。まんまと連れてくれてありがとう。ただちょっと時間かかりすぎじゃない？正直待ちくたびれちゃったよ。当時僕は12歳の子供だった。だけどはっきりと覚えてるよ。18年前のあの日、僕は父さんが電話で話してるのを聞いたんだ。これから真中に会いに行く。それを知って僕は父さんを尾行することに。通りでタクシーを捕まえて父さんの車を追うよう指示したんだ。するとたどり着いたところは港の倉庫街で、
僕は生き物を殺すことでしか快感や幸福感を得られなかった。マナカを手にかける前は野良猫や鳩を殺してドーパミンやエンドルフィンの分泌を促していた。でも次第にそれだけじゃ足りなくなって、次は人間を、そう思っていた矢先、マナカの存在を知ったんだ。あの女は僕から父さんを奪った。それだけじゃなく、瀬島家全体から幸せを奪おうと。だからターゲットに選んだんだ。僕は生まれつき脳の機能障害を患っていた。脳下垂体からオキシトシンが分泌されなかったんだ。おまけに僕には母さんもいなかった。母さんは僕を産んですぐに亡くなってしまって、そのせいで僕は父さんに対して歪んだ感情を、今でも思うことがある。もしもあの時マナカを殺さなかったら、その後の歴史はどうなっていただろうって。もしかしたら6年前のサイクロ事件は起こらなかったかもしれない。僕、ローハン、君の3人が人格を交換することもなかったかも。そうしたら名波祥子が殺されることもなかったはずで、運命って不思議だよね。たった一度の過ちが多くの人の人生を狂わせてしまうことになるんだから。いや、悪いけどこれ以上話すことは何もないよ。怒りに満ちた君の顔、もう十分拝ませてもらったし。というわけで、そろそろ始めようか。その体、返してもらうよ。それにしても変わった義眼だ。まあいいか。よし、準備完了だ。ここはシンクルーム。今のは、クソ、なんで起きられない。監視カメラってわけではなさそうだ。なんだ？しかして、俺がシンクされてるのか？
シンク。ダメだ、相棒がいなきゃ何もわからない。何がどうなってる？外へ出る扉だ。開かない。外へ出る扉だ。開かない。クルームへ入れということか。シンク装置だ。俺？あいつ、一体何を？シンクギアだ。これは何の扉だ？ここにこんなものは。ここは
この血は。写真が。この血は。くそ。これは。今のは。なんだ。お前は一体。ただの鏡だ。お前は一体。触ったところで何も。お前は一体。ダメだ、俺にはできない。お前は一体。ダメか。そうだ、もう少しだ。くそ、体が沈んでいく。ダメだ、止められない。なんとか、なんとかならないのか。一体何なんだ。
さっきの。やったやったぞ。これだ、この感覚。僕はついに全てを取り戻したんだ。本当にセンスの悪い義眼だ。ないよりマシか。ついでにもらっておくよ。この試作版には特殊な仕掛けが施してあってね。シンク終了後、僕が寄生する方には着付け薬が、元の肉体の方には鎮静剤が、それぞれ速やかに投与される仕組みになってるんだ。ああ、だけど安心して。さっきも言ったけど、僕の目的は君の目の前でイリスと瞳の二人を殺すことになる。だから君のことはすぐには処分しない。君は二人の死を見届けてから後を追うことになるんだ。よかったね。ところでイリス、例の頼まれてたタレントネームについてなんだが、 A セットっていうのはどうだろう。 A セット？あそこに咲いてる花は
神崎あやめという。あやめは英語で言うとアイリス。ギリシャ神話のイリスと同じだ。虹の女神であり、メッセンジャーガールでもある。そうだ。だからあやめの花言葉は良き知らせと希望なんだよ。良き知らせか。ねえ、おじさまとママはこの神社で出会ったんでしょ。良き知らせはいつ届くのかな。え？おじさまがパパに変わるのはいつなんだろうってこと。それはあのお好み焼き紛争の時のイリスが書いたんです。よっぽど楽しかったんでしょうね。あの子ったらまたやりたいって。あ、そうだな。もう一度やろう。いや、一度と言わず何度でも。毎日やったっていいぐらいだ。毎日って。毎日。ひとみ、三人で一緒に暮らさないか。本当にいいんですか。どうして。だって世間の目とかいろいろあるし。そんなこと気にするわけないだろ。じゃあもしも、もしもの話ですけど、私とイリスが何かよからぬ組織に狙われてるとしたら。安心しろ、俺が全力で守ってやる。相手がゾンビでも。ゾンビ？ほら、二人でお化け屋敷に行った時、私の腕にしがみついてきたでしょ。あれは暗闇の中から突然出てきたからで。でも大丈夫だよ。相手がゾンビだろうと宇宙人だろうと、俺は命を懸けて君とイリスの二人を守り抜く。ありがとうございます。それじゃあ、なんていうか、ふつつかものですが、よろしくお願いします。なるほど、足を洗いたいか。お前には随分と世話になった。いいだろう、好きにするといい。ただし条件がある。最後に一つだけやってもらいたい仕事があるんだ。何、大したことじゃない。ある女とそいつの娘、二人を片付けてくれればそれでいい。どうだ、簡単だろう。これは、
さあ、分かったらさっさと取り掛かってくれ。2、3日で終えてくれると助かる。頼んだぞ。職業柄、これまでいろんな人物の告白を聞いてきたけど、今のがダントツでぶっ飛んでたわ。でも安心して、私、明日火星人が攻めてくるって聞いても動じないタイプだから。それで、何か方法は？あるわ、一つだけ。最近警視庁の中にアビスって名前の特殊捜査班ができたの、知ってる？私、そこの指揮官に任命されちゃって。そのシンクシステムにはね、頭の中を覗く以外にも変わった機能があるの。二人の人物の体をごっそりと丸ごと入れ替えることが。体を入れ替える？そう。というわけで、それを使えばいいんじゃないかなって。どういうことだ？だから、あなたとローハンが肉体を交換するのよ。つまり、あなたは熊倉組の組長、熊倉ローハンの姿になるってこと。で、組の連中に命じるの。瞳とイリスの二人には何があっても手を出すなって。俺の姿になったローハンの方は？処分しちゃえばいいんじゃない？処分？暗殺者ファルコという存在をこの世界から消しちゃうの。そうしたら、組に対する裏切り行為が発覚することもないし、実は警察官が暗殺者をしてましたなんて不祥事が世の中に広まることもなくなるわ。どう？一石二鳥だと思わない？とにかく私に任せといて、柳生隼人君。ボス、一体どうやってローハンを？適当に罪状をでっち上げて本庁の連中にしょっぴかせたの。そんなことして大丈夫なんですか？別に大丈夫なんじゃない？だってこれから二人の人格は入れ替わることになるわけで。ローハンは今薬で眠っている状態です。しばらくの間目覚めることはないでしょう。さっきも言ったけど、シンクレベルが臨界点を超えるには。大丈夫だ、分かってる。6分以上夢の世界にとどまり続けりゃいいんだろ。頼んだわよ。では始めます。3、2、1。
あなたは。俺だ。ロウ。お前自分で立てた計画忘れたのか。ってことは。そう、柳生だ。柳生隼人だよ。入れ替わりに成功したんだ。それよりとんでもないことが判明した。大丈夫。言わなくても分かってるわ。例のサイクロプス連続殺人のことですね。どうしてそれを。ソムニウム世界の出来事はこっちの部屋でモニタリングできるようになってるの。とにかく奴から話を聞いてみよう。ええ、そうね。ローハンが目覚めたらすぐに取り調べよう。ええ、ピュータ、彼は一体どこ。そんなこと僕に聞かれても。ねえ、ローハンはどこに行ったの。は？ローハンならここに。違うんだよ、彼はローハンじゃなくて。もう一人のあいつ、柳生のことだ。どこに行った。どこって言われても。普通に部屋を出て。なんで。どうして逃がしたんだ。逃がすも何も、柳生さんは刑事でしょ。部屋を出たいというので当たり前のようにドアを開けて。何かまずいことしましたかね。まさか。ああ、こんな時間にどうしたんですか。綺麗な目だ。ちょっとやめてくださいよ。それよりさあ入ってください。今お茶入れますね。てめえ。そこまでよ。
いいかお前ら。サガン瞳と娘のイリス、この二人には何があっても手を出すんじゃねえぞ。もし仮に指一本でも触れてみろ、そいつのことはただじゃおかねえ。いいか、わかったな。へい。サイトに会ってサイクロ事件の真相を問いただしてほしいの。今のあなたの姿なら簡単に口を割ると思うから。で、話って何？それはあんたの問題じゃん。なんで僕に聞くのか理解に苦しむんだけど。俺の問題？そうだよ。あんたは右側反則空間無視って病を患ってるんでしょ。視界の右側半分が見えてはいるのに認識できない。皿の上に盛られた料理も右の半分だけを残しちゃう。殺された奴らの顔も同じ。あんたには顔の右側半分が認識できない。認識できるのは左だけ。左っていうのは死体から見れば右のことで。だからじゃないの？あんたが右目だけしか抜き取らないのは。俺たちは出会ってからかれこれどれぐらいになる？どうしたんだよ突然。いいから答えてくれ。最初に出会ったのは僕がマナカを殺した時。父さんがあんたに死体の処理を頼んだ時で。でもそれからの12年間は一度も会ったりしてないから。こういうのどれぐらいの付き合いって言えばいいんだろう。二度目に会ったのは半年ぐらい前のことだよ。その時俺はなんて？覚えてないの？ああ熊倉さん、突然僕の前に姿を現してこう言ったんだ。お前本当は人を殺したいんだろう。だったら俺がターゲットを見つけてやる。その代わり俺には殺した奴の目玉をくれ。ギブアンドテイク。俺たちはきっといいパートナーになれるだろう。誰か狙ってる奴がいるの？ああ、そうだな。次で5人目ってことになるだろう。俺たちサイクロプスの犠牲になるのは。ちょっと待って。その名前で呼ぶのやめてもらえない？どうして？前に言ったでしょ、ダサいからだよ。だがサイクロプスって名前はあんたが独断で決めたんじゃん。僕に何の断りもなく勝手に犯行声明なんか送っちゃってさ。捜査をかく乱するためとか言ってたけど、
特に効果があるとは思えないし。つまりギリシャ神話とは何の関係も。あ？自分で考えたんでしょ？僕に聞かれても困るんだけど。なあ斎藤、ちょっと付き合ってもらえないか。どこに行くの？連れて行きたいところがあるんだ。それってもしかして警察？どういうことだ？話してる間に気づいたんだよ。あんたは本当の熊倉老藩じゃないって。場所を変えよう。じっくりと話聞かせてもらいたいから。ここはね、熊倉さんに教えてもらった場所なんだ。そこで今僕はこうして熊倉さんの体をいたぶってる。なんだか不思議な感じがするよ。それにしてもこの自白剤はよく効くね。へえ、そっかそっか。真空装置とかいうやつを使うと肉体を交換することが。すごいな、とっても興味あるな。僕なんだかそれ欲しくなっちゃったよ。その装置の試作版、確か千葉の科警研に置いてあるんだったよね。ねえ君たち、ちょっと行ってそれ取ってきてくれない？ああ大丈夫大丈夫、お金ならいくらでも払うからさ。さてと、準備は完了したし、早速だけど始めよっか。よし、それじゃあ行こう。何をしてる？おい！
あなたは瀬島サイトではなさそうね。嫌な予感がしてたのよ。家計権から試作版が強奪されたって聞いて、柳生君とももう一週間も音信不通の状態が。あなたは、はあ、やっぱりか。どうやら記憶なくしちゃったみたいね。私はこれからあなたのボスになる人物よ。ボス？そう呼んでくれて構わないわ。さあ一緒に来て。あなたにふさわしい場所があるの。あなたのために新規の戸籍を取得しておいたわ。あなたは今日から新たな名前で人生を再スタートすることになるの。私が統括してる組織アビスのメンバーとしてね。つまり俺は警察官になると。前から警察官だったのよ。ちゃんと試験もパスしているし問題ないでしょ。だが今の俺はパスしてない。その辺はまあいろいろやっといたから大丈夫。国会議員のあの男にもちゃんと話を通しておいたし。国会議員？ああ、何でもないの、気にしないで。それで新たな名前っていうのは？伊達かなめ。気に入ってもらえるといいんだけど。伊達かなめ。そう、よろしくね伊達くん。こいつの正式名称は AI ボール。相棒って呼んでやってください。こいつの中にはとてつもなく優秀な人工知能が組み込まれています。さあ伊達さん、今日からこいつはパートナー。あなたの左の相棒となり、素晴らしい相棒にもなるでしょう。どう？頭の方はすっきりした？待ってたんだよ。君はこれから始まるショーの唯一の観客。寝ぼけ眼で見られちゃ困るからね。それって君自身の話だよね。まだ思い出せないの？君が暗殺者ファルコだった時の本名は？野牛だ。野牛ハヤト。そう、それが君の本当の名前。君は劣気とした日本人であり、だからこそ警察官として採用されたわけだ。その警察官である君が
よりによって大量殺人などという重罪を犯した。そんなことが世間に知れ渡ったらどうなると思う？警視庁の幹部の奴らの首が飛び、そのうち何人かは首をくくることになるだろう。そこで連中は君の戸籍を抹消することにした。この世界から柳生隼人という存在を消し去ったんだ。その結果、ファルコの体は国籍不明の暗殺者として収監されることになった。証拠番号は89号。それが君の体に刻まれた名前だ。何をしてる？おい！6年前のシンクの後、ローハンの体に寄生した僕は廃人となった。頭の中に次から次へとエラーデータが送り込まれてきたからだ。まあそのおかげで刑務所に入ることは免れたけどね。ローハンの体は瞳に重傷を負わせた犯人だ。必然的に中に潜り込んでいた僕も含めて裁判を受けることになった。容疑は銃刀法違反並びに殺人未遂だけど、僕は裁判にかけられたが、精神鑑定の結果、兄貴は犯行当時心神喪失状態にあったという診断が下された。で、兄貴は特殊な病院に。そこまでよ。6年前、ファルコの体になったローハンは瞳の家を訪れ、彼女を抹殺しようとした。でもそれはうまくいかなくて、結局彼は踏み込んできた警官たちによって逮捕されてしまう。その後彼は裁判を受け、無期懲役の刑に。まあそりゃそうだよね。だってファルコの体はおびただしい数の人の命を奪ってきたんだから。暗殺者っていうと聞こえがいいけど、やったことは連続殺人鬼と同じ。無期懲役でも軽い方だと思うよ。とはいえ、本来であればその刑に服すべきだったのは君なんだけどね。ほんとラッキーだよね、君って。君に与えられた選択肢は2つ。イリスと瞳、2人よりも先に死ぬか後に死ぬか、どちらかだ。もちろん僕は後者を選んでほしいと思ってるけど、誰も見てないところでショーをするほど寂しいことはないからね。さあどうする？3つ数えるから答えを聞かせてくれ。3、2、1。うりゃ！待て、違う！
大丈夫か？この村へ兵でもねえよ。つかおめえ本当に伊達なのか？ああ。だがどうしてわかった？相棒ってやつが電話で教えてくれたんだ。さっきの野郎との会話も盗聴みてえな感じで全部な。相棒が？そいつはどこにいる？見当たらねえみてえだが。サイトも左の眼下に。うわおい、どうした？悪いな、動けそうにもねえ。こいつを持ってけ。さあ、早くしろ。アセトンちゃんと彼女のおふくろさんが危険なんだろう。頼む、二人を助けてやってくれ。伊達くん、君は花火は好きかい？僕は大好きだよ。ほんの一瞬のきらめき、束の間に見せる洗礼、わずかに秩序の閃光を放ち、たちまち混沌の中へと溶けていく。人の命も同じだよね。宇宙全体の歴史から見れば。ダメだ、照準が合わない。相棒がいないから左目の機能は使えないし。刹那の中で咲いて散る、たった一度だけ、瞬間だけ、二度と同じものには巡り合えない。だからこそ人生は美しい。そう思わない？一か八かでかけてみるか。だがもしもイリスに当たってしまったら。というわけで、そろそろショーを始めるとしよう。これから君に見てもらうのは、世界で一番美しい花火だ。飛び散る濃焼、舞い上がる血しぶき、ほんの一瞬のアートさ。だから瞬きせずに、しっかりと焼き付けてもらいたい。その残された片方の目に。どうすりゃいい？どうすりゃいいんだ？どうだ、見つかったか？ううん、どこにもいない。あの野郎、一体どこに？そういえばさっき、
誰かが階段を登っていくような足音が。あの方に行ったのか。私は平気です。それよりも早くママを。大丈夫だよ、このぐらい。私のことはどうでもいいから、早くあいつを。相棒って女の子から連絡があったんだ。それでこれまでのこととか全部聞いて。もちろん入れ替わりのこともね。私も聞きました。さっきのあいつ、サイトってやつから。おじさま、本当のおじさまに戻ったんですね。うん、そうだよ。僕らが行かなくて誰が行くのさ。あ、だけど勘違いしないでね。私たちは別に伊達を助けに来たわけじゃないから。イリスのママを救出するために。わかったよ。もしかしてあの扉の向こうに。扉が開く音は聞こえなかった。じゃあまだ近くにいるってこと？多分ね。あれ？なんか見物人が増えちゃったみたいだけど。まあいっか。ショーの観客は大いに越したことはないし。君たちも見たいでしょ？花火。それとも見たくない？そっか、見たくないか。それじゃあこうしよう。伊達くん、その銃を捨ててくれないかな。そしたら花火大会は中止にしてあげるよ。僕は引き金を引かないし、この女も速やかに解放する。嘘だよ、伊達。信じちゃダメだ。さあ、そこから銃を投げ捨てるんだ。おっと、そうきたか。条件を飲むつもりはなさそうだね。いいよ、撃ちたいんでしょ。だったら好きにするといい。その代わり一発だけね。君はその一発で確実に僕を仕留めなければならない。もしも外したら
次の瞬間ショーが始まる。この女の脳みそが水風船みたいに弾け飛ぶってことだ。さあどうする？よくできました。だけどまだ花丸はあげられないな。その銃を捨ててくれなきゃショーは中止にならないよ。1分やろう。1分以内に従わなければ僕は花火を打ち上げる。あとそれからもう一つ、君たち4人のうちの誰かが一歩でも動いたらその時点でカウントはゼロになるから。さあ、それじゃ始めよ。よーい、スタート。59、58。伊達さん、これを見て。さっきの子から映像通信が。相棒。伊達、時間がない。よく聞いてくれ。
さっきも言ったが、私はこいつの中から抜け出すことができない。強力な電流を浴びたせいで体の回路がショートしてしまったからだ。電気ショックを与えてこいつを失神させることも不可能。しかし一つだけ私にできることが。自爆だ。ちょうどいい。この機械にキーナンバーを決めておこう。コマンド41205。お前がこの番号を告げたら私は速やかに自爆する。いや、それだけではちょっと危険だ。さっきの数字は第一段階の解除キー。それを告げてから1分以内に第二のコマンドを発行したら。その第二のコマンドとは？俺が何か嘘をついたら。嘘？真実とは異なること、本当とは真逆のことを言ったら、そいつを第二のコマンドとみなしてほしい。お前のストレージのデータは？残念ながら根こそぎ削除された。今の私はローカルに保存されたデータのみで会話している。じゃあお前の本体が消えちまったら？当然私の存在は全て消滅することに。10 9。さあ言え、言うんだ伊達。6 5。伊達コマンド。2 1。ほんと、君はつくづく間抜けな男だね。僕が約束を守るようなやつだと思う？これで花火の玉は5つになった。君が銃を捨てなければ1つで済んだのに。どういうことかわかるよね？そう、僕はこの女を処分した後、君たち4人の頭も吹っ飛ばすってことさ。まったくバカなことをしたよね。後悔しきりだよね。いいよいいよ、その燃え盛るような右の目。さあその目でしかと見届けるがいい。この女の哀れな死に様を。炸裂する脳中の花火を。相棒、聞こえるか？ああ、もう他に手はなさそうだ。分かってる。コマンド41205を発行する。相棒。相棒、俺はお前が大嫌いだ。消えてなくなれ。第二コマンドを確認。了解だ。じゃあね。
の子ずっと左目にいたの。ああ。なんで言わないかな。お前が役と思ったんだ。はあ。ありがとうございます、おじさま。礼を言うべき相手は俺じゃない。俺の相棒に。ファルコさん、ファルコさんなんですよね。その呼び方はやめてくれ。俺は伊達要、警視庁の特殊捜査班アビスの新君。